こちらも位置を取っての予選は縦足勝負となった3番佐々木和樹、7番中西を連れて神奈川勢出ました。そして4番伊藤温も中段キープの状態から3番佐々木を叩いて先頭に立っています。兵庫勢を受けて3番手が3番佐々木和樹、1番早坂修吾、今日は5番手、残り1周半で伊藤の先行、3番佐々木和樹が3番手中段の位置、三者審査5番手が1番早坂修吾です。後ろ地元勢は6、7番手で各々進んで残り1周回切りました。伊藤温が先行です。2日間風を切っての先行策で2番市村が番手で牽制を狙ってきて、3番佐々木和樹は車はどうでしょうか、残り200で仕掛ける、そして一番後ろから1番早坂のまくりは少々大回りになってしまって、切り替えたマーク陣、地元5番の古川隆之、古川宗行、小宮武史も追い込んだが5番古川宗行差し切って降臨、2着2番市村正樹、3着はどうか。